三作母ダム湖付近の空中写真。1976年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。三作母ダムは、静岡県浜松市天竜区三作母町、天竜川、水系三作母川の支流、途中川に建設されたダム。電源開発が、水力発電のため設けた。 高さ105メートルのロックフィルダムである。ダム湖の名はミサクボ湖という。戦後、日本全国各地で主として水力発電所の開発を進めていた電源開発は天竜川において1956年にサクマダムを、1958年には秋葉ダムを完成させた。その後、天竜川の支流、ミサクボ川の上流部にも開発の手が伸ばされる。 1969年5月24日、三作母川の支流、途中川をせき止めるようにして高さ105メートルの巨大なロックフィルダムが完成した。総工費は110億円。浜松市中心市街地から天竜川を上流に、向かって国道152号、秋葉街道を進み、船際ダム湖、秋葉湖を経て大井橋に着く。天竜川とその支流、 三作母川の合流地点である。ここで天竜川に沿って進むと、佐久間ダムに、三作母川に沿って上流へと進むと、三作母ダムに至る。ダム左岸には、石碑や案内板があり、右岸には、三作母電源神社がある。包みいただきは、車道となっているが、ガードレールといったものは設けられていない点は、留意しておきたい。ダム湖の名は、三作母湖と言い,い、恋やヘラブナ、冬は、 若ギと釣りの名所として知られている。湖水はダムでせき止めた途中川の水と合わせて、同じく、三作母川の上流、白倉川の水も取り入れ、導水路を通じて、送水されている。ダム湖に蓄えられた水は左岸に設けられた、取水口より導水路を通じて、下流の三作母発電所に向け送水され、最大5万キロワットの電力を発生した後、 佐久間ダム湖に放流される。三サク発電所では年間1億5800万キロワット時という電力量を発生している。もともと三サク川は佐久間ダムよりも下流で天竜川に合流する河川であるため、佐久間ダム下流の佐久間発電所では三サク川の水を利用できずにいた。新たに三サク発電所が完成したことで、 同発電所で利用された三作母川の水が、佐久間発電所においても利用できるようになった。これによる、佐久間発電所の発生電力量の増加量は、年間1億2300万キロワット時であるという、ありがとうございます。